玉ねぎのシャキシャキ食感が美味しい肉団子にとろーり絡んだ梅酒あんが美味しさを引き立てます。肉団子の梅酒あんをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まずボウルに豚ひき肉、玉ねぎ、材料 A を入れます。粘りが出るまでよく混ぜ合わせます。丸めるときに崩れないようにしっかり打ち付けて空気を抜いておきましょうね。一口大に丸めます。170度に熱した揚げ油に肉団子を入れて揚げます。鍋に梅酒、材料 B を入れます。かき混ぜながら火にかけ梅酒あんを作ります。肉団子を加えて絡めれば出来上がりです。甘酸っぱい梅酒あんが白ご飯にぴったり、お弁当のおかずにもおすすめです。ぜひお試しください。